センターに要請しつつ抜けられてるから飛びつかけて戻ることができる。このジャンプ打ち、このダッシュ速攻はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ハセシンです。ということで今回もですね、コールオブデューティーモダンウォーフェア2やっていきましょうか。ってことでね、今回使っていこうと思ってるカスタムクラスガンスミスの紹介早速いこうと思うんですけど、まずね武器はですよ、こちらのこちらですね、ライトマシンガンから556イカロスでございます。なんとですね、ライトマシンガンは全部でね 1,2,3,4,5,6 種類あるんですけども、このね556イカロスの機動性のパラメーターの高さにね注目していただきたいんですが、いきますよ。さあ、なんとですね、この全6種類のライトマシンガンの中で一番機動性のパラメータがね、もともと高いんですよ。そう、この最高機動性の LMG をですね、今回さらにですね、軽量化を重ねた、こちらの素晴らしいガンスミスを使っていこうと思うんですけどもね、今回のテーマズバリですね、爆速、爆走でございます。めちゃくちゃ走りまくっていこうかなと思ってますね。まずバレルはこちらですね、F-TAC-SB でございます。軽量化によって機動性を向上させたね、アタッチメントなんですけども、さらに武器調整も入ってます。こんな感じ、サクッと紹介いきますね。で次は FSS オレ V レーザーでエイム速度とかダッシュ射撃速度とか上げておいた上で、さらにですねサイトはこちらですね、モノクル CT90 で調整はこんな感じ、エイム速度グン上げてます。そしてストックにはこちらですね、ダッシュ速度上げといて爆速をさらに加速、そして調整はこんな感じでございます。エイム速度グン、エイム時歩行速度グン上げといて、ラストはこちらですね、リアグリップ X10 グリップつけといて、ダッシュ射撃速度とエイム速度上げといた上で武器調整はこんな感じでございます。エイム速度グン、ダッシュ射撃速度グン上げといた、こちらのカスタムクラスの最高機動性 LMG に軽量化を重ねた爆速爆走カスタムでプレイしていこうと思います。そしてねカスタムには迷彩しっかりと乗っけておりますよと。そしてねガンスクリーンデカール台も乗せてますってことで、ハンドガン X13 オートのガンスミスはこんな感じでございます。でスモーク、セムテックス、パークパッケージはこんな感じ、ダブルタイム、バトルハーデン、ハードライン、ゴースト、フィールドアップグレードは大好きなデッドサイレンスで走りまくっていこうと思います。で今回ドミネーションいきます。ということで今後もですね、ハセシンのチャンネルではマイペースに楽しめる動画投稿ライブ配信をやっていきますので、まだチャンネル登録できてない方はチャンネル登録と、良ければですねグッドボタン、高評価ポチッとワンタッチしていただけたら、マジで活動のモチベーションの向上にグーンとつながるということで、良ければよろしくお願いいたします。それでいきましょうか、ドミネーションレッツゴー、エッサホイサと走りまくっていく時が来たようですね。3、2、1、レッツゴー。ちょっと開幕チャーリー地点取らさせていただきながら、武器いつか見てってこんな感じなんですよね、いい色合いしてるでしょ。さあ走っていきましょう、オレンジ色ですから今回。さあ、エッサホイサと、爆速爆走していくぜ。さあ、正面、ナイスカバーありがとう。大丈夫かい？ビーチ入っちゃいますよ。スルッと突撃。で、スルッと投擲。後ろが来てる。ちょっとしんどいかも。どっから来たんだい？おっと、ちょっと B 周り若干倒されつつありますが。おお、ビーチで、ね、ちょっと待てよ。倒されて、そして、これはカットしながら、乗られてないのが嬉しいところであるんだが、ちょっと行ってみようか。行ってみようか、一回ちょっとスモークだけ出しといて、こういう時のスモークよ、こういう時のスモークで取っちゃって、サガラと見せかけてここで駆け引きよ、メリハリつけていく、手前カット、センターオーダー、いや手前おるぞ、あそこ任せていい、ちょっと待てよ、カットして OK、 だがしかしスナイパーライフルかマキスマライフルか分かんないよ、スナイパーライフルっぽいな。さあ行きましょう、デッドサイズ溜まった、レッツゴー。ここからなんですよね、このカスタムクラスの良さが飛び出るのは。さあ足速いっすよ、移動速度どんどん上げていくぜ、この機動力。さあ UAV 追加で、待って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 、一回逃げようか、逃げれないか、センターがっつり来てるか、こっちのサイドも大丈夫と信じて、味方強いぞ、いいねいいねいいね、あったまってきたんじゃないこれ俺たち。さあそこの手前ローリーしろぜ、奥見てるスナイパーライフルっぽいのが、ちょっかいリロード入ります。さあこのリロードが長いからね、ここ大事っすよ、オッケーオッケー、なんとかできそう、もしもの時のスモークもある、一応手前は大丈夫今のところは。おー、オッケーオッケーオッケー、フォーメーション的にも結構いいんじゃないか。あのね、機動性を上げてる代わりに逆にね、あのブレがでかなってるので遠距離制御ちょっとむずいんですよね、感覚的にはもうサブマシンガンを扱ってるような感覚ですね、ライトマシンガンというよりかは。なので距離感的にも中距離から近距離ぐらい、この辺の距離感がベストだと思われる。スモークで突っ込んでいきますよ、おい、オーケー、セムテックス完璧。さあ隊長、左から来たドンマイ、こういう時に来んのよ、大丈夫か、いや逆から来るという展開。さあ行きましょう、こういう時もあるとビーチに取られるよ、一瞬やね、おっと監視エリアが出てるらしいぞ、気ぃつけてくれよ。さあ手前が怪しいっすね、ですよね、ダブルキル。さあさあさあ、 LMG のポテンシャルも秘めてるからね、ここでどういう風に上がるか、ここ大事っすね。
これどっちかというとこっち側圧かけていきたいな。ここでさあ移動速度が速い、ダッシュが速い、なんか左サイドにいらっしゃるっぽいからどこか行ったと思いきやカットしていく。 A 地点流れ取ってまおうか。いけるんじゃこれ。キッチンから来ると思うから、ここはまるかはまらんかでだいぶ変わるぞ。さあ来るか、いやこっちが来るかも。来るとしたらこっちやな。取ったっちゃ取ったぞ。味方が倒してくれてる、ナイス。ここちょっとブレがでかいか。さあカットしてなんとか OK。 A の守護神長谷野神完了かも。なかなか走りまくってはいるんすけどね、敵とうまいこと出会わないか。カットしていく、この速さ爆速爆速爆走。どこにいるんだい敵は。カットしていく、ようやく久しぶりに切る。ナイスカット、でかいよ。さあおー、クラスタマインをかき分けていく。どこに敵がおんの、いない。ちょっとスモークだけ展開してく。大丈夫か、クラスタマインすごいありそうやな。一回共に取っていこう、共に取りながら。ここからですよ。さあどこにいるんだい、こっちの奥っぽいっす。どうやらこの機動力、この機動力、一回休憩しつつもう取っちゃおうか。さあ一回これダイブで入っときながら、もうすごいでしょ、ぐんぐんいける。これちょっと試合展開だいぶ早いですね。カットしていく、ちょっとこのカスタムクラスの見せ場が出てきたかなと思いますね。ようやくあるね、可能性としては。ジャンプ打ちが決まるわけですよ。残り10発、ちょっと怖いなこの10発。一回リロード入ってみる、これバレたから俺やばいか。終わったかもね、終わったね。どんどん走っていきましょう、デッドサイレンス。オーライ、どこにおる。ちょっと今回だいぶ走っているんですけども、なかなか敵とうまい具合に出会わないという展開なんで、一回上空から敵の位置を確認させていただきます。よろしくお願いします。建物の中にほぼほぼ全員いらっしゃるっぽいな。やなるほどなるほど、ちょっとこれはですね、左サイドから上がっていこうか。ダブルキル、いいね。で下から来るんじゃない、この奥どうだい。いやバレてるっぽいな俺。なるほど、そこにいると。これはまずいですね、スモーク展開で。一回モクモクさせておいた上でこちらから指定するぞ。で大胆に出ていく、これで機動力を出していく。いないかこの辺、奥っぽいですね。じゃあ回っていこうぜ回っていこうぜ。エスターホイさん皆さん来ました、爆速爆走。ライトマシンガンとは思えないこの速さ、この機動力。ここで抜いてくるんですよね、カットしていくよどんどん。そんでもって A 地でも取っちゃおうかなみたいなところであるっすよね。さあ敵を引きつけていきたいが、どっちから来るんだいと。この辺から来るんじゃないかい、取っちゃうよ A 地でも。もう試合を一瞬で終わらしに行く。さあそこら辺夜んちゃうか、ちょっとまずいぞこれ。ここでフラッシュ当てられるのは。デッドサイレンス一回ポーチしといて、この近距離戦なるよねやっぱり。さあここで突っ込むよ、おっとこの機動力どうすか皆さん、最高でしょう。さあどんどん行っちゃおうか、ここの機動力。リロード入るしかない、これまずい。もう旗取りながら取ってみる、怖すぎる。味方かまったの上、リロードの操作がちょっとしんどいぞ。よっこらさい、行っちゃおうか。 V 取りちょっと溜まってるが、ここでこのペースを崩さずいきたいところである。強い近距離戦、うわーちょっと M 乱れたが、しかしよどうすか皆さん、この速さ美しいでしょ。 V 取りいきましょうよ。さあラストスパート、ちょっとセンターに要請しつつ抜けられてるからと見せかけて戻ることができる。このジャンプ打ち、このダッシュ速攻すごい甘噛みしちゃいましたな。さあ行きましょう、レッツゴー、ブラボー回り、カットしてグー、レベルファイン、ポチッとね。さあほんでもって裏大丈夫かい、もう正面押し込んじゃおうか、どんどん。今回のこの速さちょっときついか、おお、フラッシュ気持ちいい、今決まったんじゃない。後ろ大丈夫かい、後ろというよりかはセンター方面かな、大丈夫かな。この奥っぽいですね、どうやら。さあラストで、ラストスパートですが、ちょっと行っちゃっていいっすか、これカットしていく、手前は大丈夫、ユエボンライン。さあラスト一応突っ込もう突っ込もう突っ込もう、このダッシュ速攻、ダッシュ射撃速度を見せていきたいが、出てくるか、奥から、奥いるぜこれ。カットできなかったか、ギリ200対126。さあ
35キロスコア4928確保ということでいかがでしたでしょうか。今回かなり展開早かったですね。もうサブマシンガンっぽかったな。35キロ8確保11です4防 A ということでと。でもスモークも良かったね。リロードするときにスモークを使ってリロードするのありかもね。結構時間かかるからやっぱりそこで調整するのありかもしれませんね。ということで一回戻らさせてもらって、今回の武器改めてこのカスタムクラスでエッサホイサと走っていきました。今回のこの動画改めて少しでも楽しめたよとか、ハゼシンナイス突撃だったぜと思っていただけたら、グッドボタン、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。高評価はですねマジで活動のモチベーションの向上にグーンとつながるということで、今回もワンタッチしていただけたらめっちゃ嬉しいですね。目指すは3000高評価です。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。バイバイ。